皆さんこんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回のお話は徳川家康の野望というタイトルなんですけれども、なぜ家康は秀吉政権を滅ぼして、そして江戸で幕府を開き、大きな力を持つようになっていったのかという、いわば人物伝にあたるわけなんですけれども、家康という個人にスポットライトを当てて、でその性格がどうしたこうしたとかっていったようなことは、もういろんな形でいろんな人が語っていますので、今日はそこら辺の話はしません。そもそも家康がなぜビッグな大名となっていったのか。そして家康が最終的に秀吉政権を滅ぼす原因となったものは何であったのかといったようなところにスポットライトを当ててお話をしていこうというふうに思います。徳川家康は、秀吉が小田原の北条攻めをやった時、この時に一緒に小田原攻めに参加をしています。秀吉は当時は三河の藩主であったわけですね。秀吉は相談会では関白太政大臣のまさに天下人となっているわけです。この天下人の秀吉が我が国を統一していくのにあたって、秀吉に対する反対勢力でありました小田原の北条氏を攻めるということになった。当時の北条氏というのは関東一円を制圧する大変巨大な大名であったわけです。これを攻めるということですから、秀吉はいつもの通り、北条の軍に対して圧倒的な兵力を持って北条攻めを行うということになりまして、当然その時にある程度力のあった家康も一緒に戦いに参加をするということになりました。で、この時代までの家康なんですけれども、家康は割とですね、これも家康の人生を振り返ってみるとそうなんですけども、いわゆる俺が俺が、わしがわしが、わしが何でも一番なんじゃ、わしがやるんじゃ、わしの言うことをお前ら聞けといったようなタイプでは全くなくて、もう家臣の言うことをよく聞くし、やることは慎重だし、いわゆる石橋を叩いてもまだ渡らない。殿、こうやった方がいいですよ。こんなアイデアがありますよ。こういうことがありますよ。というふうな話があると、そうか。そうか。よく聞いておく。で、聞いたことを皆の者、どのように思うと言って、部下にちゃんと投げ、部下にしっかりと検討してもらい、それもその部下っていうのが自分の欲とか、自分の手柄にしたいとかということではなくて、とにかくあくまでも領民たちが豊かに安心して安全に暮らすことができるように、そもそも三河っていうのは、もともと尾張と今川氏のいる駿河の国との間に挟まれたところになってましてね。で、今川氏が大変に、室町時代に力を持っていった。今川氏っていうのは室町将軍の、分家の分家ですよね。ですから、将軍と直接、つながる家柄だということで、大変に力を持っていきまして、また、地味も豊かで肥えているということで、本当にお米もたくさんできるということから、ものすごく今川氏っていうのは力をつけていくわけです。で、その過程の中で、もともと松平と言っていた、松平竹千代という名前だったんですけれども、まだ家康が幼い頃、竹千代という名前だった頃に父親が滅ぼされて、そして伜の竹千代が駿府に人質として取られる。ずっとだからその意味では家康は幼い頃、人質として幽閉生活を駿河で送るわけですね。駿河っていうのは今の静岡市なんですけども、そこで半ば幽閉されたような、幽閉というよりも当時は人質を取って置いておくんですが、その代わり人質に対する教育なんかをしっかりと与えていくということがありましたんで、いわゆる今想像するような人質とはだいぶ違う、ある程度ちゃんと身分も与えられて、で、教育もしっかりと授けられてという状況ではあったわけなんですが、ただ、領民たち、三河の領民たちっていうのが、やっぱり宗家となる今川家に結局、いろいろ重い税をかけられたりすることによって大変な状態になっていると。で、自分たちの中心となって守ってくれるべき存在の殿様がいない。ある意味悲惨な状態に置かれているということがあったわけですよね。そうした中にありまして、今川義元が京の都に上洛しようと思って大軍を繰り出す。この時に今川義元が織田信長によって桶狭間の戦いで、殺害されてしまう。で、今川家としては、そうは言っても今川家自体は安泰なんですね。今川家はとにかく殿が殺されてしまったということで、やむなく兵を元の駿府に引き上げるということをやっていくわけなんですが、この時に松平竹千代は今川義元の元を離れて信長側につくわけです。信長側についたっていうのはこれ理由がありまして、信長がやったことっていうのは織田男城としての筋を通した。長く続く戦国の世にあって、もともと大昔の律令時代からもう当時1000年以上続いていたはずの本来の日本の姿、天皇を中心として民衆を大見たからとする、その道を正していこうとする織田家がまさに自分の描いている理想に近いということで、松平竹千代は三河に戻り、三河の自分の老頭を従えて信長のもとに馳せ参じる。信長の部下になるわけです。織田家がその後天下人となって急激に家を拡大していく中にあって、当然のことながら家康の地位もどんどん一緒になって上がっていく。この辺りは秀吉も同じなんですね。秀吉も結局信長に採用されることによって、信長のもともとは近従。信長の要するに手駒のような状態に最初はあったんですけども、織田家が成長することによって必然的に手駒に部下が与えられ、でその部下の与えられる部下の数も5人6人というレベルから100人200人になり、100人将になり、500人将になり、1000人将になり、ついにはもう万の単位の兵を指揮するというところまで成長していく。それだけやっぱり織田家というものが成長していったわけです。その過程の中で家康も織田家の一員として、三河にもともと自分の国を持ってますけれども、その三河の国のその藩主であるという、その立場に加えて、織田家の一員として、家康もまた大きく成長していくということになるわけです。で、ところが、その過程の中にあって、信長が本能寺の変で倒れて、そして秀吉が天下人になる。秀吉は大阪経済というものを中心として、豊臣家の経済力をものすごく発展させていって、国全体を一つの大きなまとまりにしていく。この時に秀吉がやったのが対抗検地ですね。全国の土地っていうものを、これをもう一回全部租税調査をやって、ちゃんと中央で年貢を取ることができるようにしていくということを秀吉はやってるわけです。そういう中にありまして、家康は織田家以来の重臣として、五大老と五奉行というね、こういうものが秀吉の下に置かれたんですけども、五奉行っていうのが優秀な若手官僚。五大老っていうのは全国の大きなお大名さんということで、毛利家ですとか、あるいは徳川家といったようなところが、それぞれやっぱり五大老として、もう本当にだから、いわゆる大物さん、大物の相談役といったような形で、秀吉の中で生かされているわけです。この秀吉が小田原攻めをやるってことになった時に、家康も大阪から見た時に、小田原に行く途中に三河はあるわけですから、秀吉が小田原まで行くってことになれば、途中にある家康は当然秀吉に味方をしてついていくことになる。ところがこの小田原攻めをやってる最中に秀吉に呼び出された家康は「家康さん、あんた江戸に入らんかね」と言われる。これがちょうど立ち小便をしながらだったということでね、有名な関東の立ち小便なんていう、そんな用語もあったりするんですけれども、小田原城を見下ろしてね、立ち小便をしながら「あんた関東に入らんかね」と言われて「はい、わかりました」と言って二つ返事で家康はこれを受けてるわけです。当時の関東っていうのは箱根の山の向こう側なんですね。箱根の山の向こう側っていうのは、これはもう言ってみればもう万位の地なんですよ。もう地味猛量の土地。やっぱり坂東武者って言いまして、昔から武家が非常に強い、そういうどちらかというと強い人たちがいて。で、この強い人たちが関東平野、非常に広大な平野があって、この平野を馬で駆け回りながら、それぞれの領地っていうものを持っているという、そんな風な状況にあった。つまり、関東の武者っていうのは強いんですよね。坂東武者って言います。昔から強い。この強い連中に対して、はっきり言って、徳川家っていう、徳川家っていうのは後で言うようになったんで、もともとは松平家なんですけども、松平家っていうのは、この段階では、もともと平家なのか、もともと源氏なのかもはっきりわからない。あまり家柄としては、織田家なんかと比べますと、由緒正しい家柄とはあまり言えない。要するに地元の豪族で力を持っていたというに過ぎない。で、そういう存在が、たまたま信長秀吉という、この政治体制の中で大きな力を持つようになっていった。ということではあるんですけれども、その大きな力を持っていったはずの家康が、箱根の山の向こう側で江戸に入ることになるんです。当時の江戸にはもちろんお城はありました。江戸城はあったんです。小さなね、平城があったんですけども、そもそも江戸の町、江戸っていうもの自体が、この時代、湿地帯なんですよね。広大な湿地帯なんです。何にもない。何にもないだけじゃないんです。潮が満ちてきて満潮になると、全部海水に浸かっちゃうんです。その海水に浸かった中に、ところどころ地面の小高いところがあって、ね、例えば、神田明神があるところなんていうのはちょっと小高い土地になってるわけですよ。そういうところだけを残して、あとはみんな海になっちゃう。潮が引くと、周りに今度陸が出てくるんです。全部陸になるんです。ところが、その陸っていうのが、ね、潮が引いただけですから、で、それが、下が砂地だったらまだいいんですよ。関東ローム層で火山灰でしょ。要するに泥なんですよ。皆さんね、子供の頃に造成地なんかの泥の中って歩いたことあります？とてもじゃないけど、歩けないですよ、子供には。片足をね、前へ出すじゃないですか。そうするとズボズボって泥の中に足が埋まっちゃうんです。で、あ、やばいと思って反対側の足を泥からね、引き抜こうとすると、そのもう一方の足がさらに深く泥の中にズブズブって入っていっちゃうんです。で、ああ、まずいなということで、反対側の足を泥の中につくと、今度はその足が泥の中にズブズブって入っていって、反対側の足を抜こうとすると、ますます泥の中に浸かっていく。前へ進むことすらできないっていうぐらいの状態になります。こういうひどい土地、しかも塩水に浸かってしまうということは、稲作ができないんですよ。お米取れないんですよ。お米が取れない。ね。潮が満ちてきたら海に沈むということは家を建つこともできない。ところどころ高台があるんだけども、それはね、潮が満ちたら島になっちゃうんです。とてもじゃないけど人が住めるような状態になってない。で、さらに周辺には、秩父ですとかね、熊谷の方ですとか、いろいろありますけども、その周辺の潮に浸からないところっていうのは、昔ながらの豪族たちがいて、こいつらがめちゃめちゃ強い。言うこと聞かない。中央が何言おうがあるし、そんなことは知ったこっちゃねえよっていうような人たちが周りにいっぱいいるわけです。そこに家康は入植することになるわけです。入植することになった家康。まずは本拠となる江戸城を建てなければならない。関東の豪族を制圧するために江戸城を建てなければならないということになった。で、普通ね、そこでお城を建てようとするときに、皆さんだったらどこに建てます？関東全体が、ね、平野っていうよりも沼地で、潮が満ちたら海に浸かるという状況にあって、ところどころ土がぽっこりぽっこりと島みたいな形で顔を出してる。そういうところなんです。で、江戸城というのは古い昔のものから残ってるものがあるんですけども、それはちょっと小高い丘のところに小さな平城ができてるだけなんです。そこに入れって言われても、とてもじゃないけれども、そんな小さいところは入れないんです。じゃあ江戸城どこに作ります？普通考えたら、埼玉市の大宮区。まあ、昔は大宮市って言いましたけど、氷川神社がね、大宮の有名な氷川神社があります。あそこら辺になりますと少し地面が高くなりますから、ね。だから、そこら辺に城を作れば、少なくとも平野を見下ろすところのど真ん中に城を建てるってことができるじゃないですか。普通常識で考えたら、川越ですとか、大宮ですとか、あの辺に城って建てるわけですよ。海に浸からないから。水に浸からないから。でも、家康が選んだのは、その沼のど真ん中に、城を建てるということだったんです。これなぜだかわかります？理由があるんです。関東全体の豪族たちを家康の軍勢だけで制圧するということになると、ね。いっぺんにまとめて敵をやっつけるというわけにいかない。こっちで反乱があったらこっちで軍隊を派遣し、また別なところで反乱が起こったということになれば、また別なところにこの軍隊を引き上げてきてこっちを派遣しなくちゃいけない。全部をまとめて制圧することができない。なぜならば、広いから。だから、家康の軍団を機能的に、今日はこっちと戦い、明日は今度こっちの敵と戦い、明後日は今度この辺の敵と戦いっていうふうに、機動的に、まさに、ジャストインタイムで軍隊を動かしていかなければならないという環境にあったわけです。この時に、どうすればそれが可能になるかというと、答えは一つなんです。川を使う。今、利根川は、銚子の方に流れていますけども、今江戸川が流れてますが、これが昔の利根川だったわけですね。この江戸川、ね、隅田川とか荒川ですとか、江戸には川が流れ込んできています。この川を使って、ね、軍団を一気に川を遡らせて敵を叩く。言うこと聞かない奴を叩く。で、こっち側で反乱が起こったってことになれば、ね、軍隊を船に乗っけて、さーっと元の河口まで行かせて、河口から今度は船を乗り換えて、今度こっち側の敵を叩きに行く。という軍隊を機能的に稼働させる。まあ、そのためには川の河口付近に城を建てるのが一番だってことになる。ところが川の河口付近、いくつかの大きな巨大河川が流れ込んできている、その川の河口付近に城を建てるっていうことは、大雨が降ったら何が起こるか。川が増水します。その増水した川の水が一斉に流れてくるんです。これが満潮と重なりますと水浸しになっちゃうんです。そこで家康どうしたか。実はですね、宇宙戦艦ヤマトを江戸湾の入り口に作るんです。宇宙戦艦ヤマトっていうのはどうかちょっと比喩が悪いかもしれない。戦艦ヤマトみたいな戦艦ヤマトを作るんです。これ戦艦ヤマトっていうのは船ですけども、船のような形をしたお城を作るんです。で今ね、江戸城っていうと上からこう地図を見るとこうなんか丸くなってて、ここが本丸跡ですよ、ここにお堀があったんですよっていうふうな。で街道がこうやって伸びていったんですよっていうふうな地図、皆さんご覧になるじゃないですか。江戸の地図ね。江戸城が真ん中にあってでしょ。もともとの形っていうのはあれは内堀から内側だけの小さな姿であって、全体像を見るとまるっきり戦艦大和なんです。船の形してるんです。江戸城ってもともと船の形してるんですよ。でその船の形をしたね、船の形に石垣が組んであって、その一番後ろのところに、一番奥まったところ、つまりこの向こうは海なんですが、そこに5層建ての天守閣がそびえ立っていたんです。まさに戦艦で言ったらこれブリッジですよ。まるっきり戦艦の形と一緒。これ石垣で、ここにブリッジとしての天守閣が立ってるっていう、まあ、そういうお城をこさえるわけです。これものすごい巨大な大規模土木工事です。ね、この大規模土木工事を行うのにあたって、まずお城が水に浸かっちゃう話になりませんから、盛り土をする。盛り土をするだけじゃなくて、それを今度石垣で補強していく。さらに周りに巨大なお堀っていうものを作っていく。ものすごい土木工事でしょ。だってもともと沼地ですから。最初から土地が、ちゃんとした土地があって、そこにね、石を並べて積んでいったんじゃないんですよ。何にもないとこなんですよ。海に浸かっちゃうとこなんですよ。周り全部泥。とにかく、その泥の中でうなぎが跳ね回ってるっていう、そんだけの土地。ね。そこに足がいっぱい生えてるわけです。そこに巨大な盛り土をし、石垣を作り、ね。ブリッジのような、まるでブリッジのような天守閣を5層建てにそびえ立てる。こういう計画を立てるわけです。これをやって、ね、徳川家としての威厳を示さなければ、関東の豪族に従わせることができない。それだけじゃないんです。さらにね、江戸川ですとか荒川ですとか、それぞれの川があるでしょ。川の出口はそれぞれ別々に江戸湾に、まあ今の東京湾、江戸湾に注いでるんです。そうすると、こっちで戦ってる時に、こっち側で氾濫が起きたっていうことで、兵を引き上げて、で、別な川を遡らせて、こちらの方と戦いを行うんだというふうにしようと思っても、一旦船が海に出なくちゃいかんわけです。海に出て河川を乗り換えて、こっちの川沿いに行かなくちゃいけないということになります。この時にもし海が荒れていたらどうなります？海が荒れていたら、もう江戸まで戻した軍隊を別の川の方まで持っていくことができないじゃないですか。でそこで何したかっていうと、こっちが海、川。こっち側から兵隊を戻してこっちに行こうと思っても、海がしけってると兵隊を移動させることができない。そこで、ここにですね、運河を作るんです。この運河があれば、こっちの軍隊を運河を通じてこっちへ運ぶことができる。こっちから戻した兵隊を今度こっちへまた戻すことができる。どんなに海が荒れていたって関係ないでしょ。で、こうして作られた運河が、小名木川って言います。ここで質問です。家康が巨大戦艦のような江戸城を作る、あるいは運河を作る、また何にもないその湿地帯にお城だけではなくて江戸の町まで作っていく。町を作るっていうことは人々が住む、つまり江戸城を作るための工事をする人足さんとか、そういった人たちがちゃんと住むことができるだけの住む家と町と、そういった人々に食事を提供するいろんな商売をやってる商売人さんとか、そういう商売人さんたちがちゃんと住むことができるような江戸の町そのもの、この町そのものも一緒に建設していくわけですよ。どれだけの費用かかると思います？問題はその予算なんですよ。三河から遠江、遠州にかけての一帯のね、それなりの規模を持ったお殿様であったとは言っても、今度は江戸に入植しちゃってるわけですから。で、江戸で税収って上がってこないわけですから。家康銭がないじゃないですか。これ困った話になるわけです。で、実はここでですね、ある事件が起こるんです。それが、実は、金山の発見なんです。佐渡の金山。この佐渡の金山っていうのはね、もともとこれ佐渡ヶ島。佐渡ヶ島で、西三河砂っていうのかな。これ奈良時代ぐらいにはもう発見されて金掘られていたんです。で、室町時代に、新保っていう、この辺りの金山が発見され、さらに鶴子とか相川とかっていったような金山がそれぞれあったんですね。問題は、金北山という名前。金北山という名前の佐渡島で一番高い山。この山のところで巨大な金山が発見されるんです。で、もともとこの佐渡自体は上杉家の所領だったんですけれども、関東で力を得てきた家康は、なんだかんだ言ってこの佐渡、ここら辺に一応金山はあるんだけども、細々と金掘ってるだけなんです。もうあまり、そんなに大して取れるわけでもない。なんだかんだ言って、上杉っていうものを抑えて、家康が、徳川家がこの佐渡の権利を全部取ってしまいます。そして、これがどっちが先なのかはよくわからないんですが、金北山の金山が発見されたのが先だったのか、それとも佐渡を得るのが先だったのか、これはよくわかりません。っていうのはなぜわからないかというと、金山の発見っていうのは、秘密にされるんです。そりゃそうですよ。だって、お、金山ありましたね、なんて、わーなんて自慢したらみんな、わーっとこう来ちゃって、まさにゴールドラッシュが起こっちゃって、独占することできないじゃないですか。全部秘密にされていましたから、よくわからないことが多い。よくわからないことが多いんですが、いずれにしても、関ヶ原の戦いよりも以前の段階で、家康がこの金北山の金山を発見したのは間違いないんです。そしてこの金を抑えるんです。つまり、江戸の町は、ね、お米による収入とかではなくて、それとは全く関係なく、実は金によって、ゴールド、実はこの金北山って金だけじゃなくて銀も出るんですが、金と銀、無尽蔵と言っていいぐらい掘り出される、この金と銀によって、江戸城、そして江戸の町が出来上がっていく。ということなんです。ところが、それだけのやっぱり大工事をやってるってことになると、なぜ家康殿は、そのような大規模な工事ができるのでござるか。その財源は一体どこにあるのでござりまするかなって話になるじゃないですか。いずれはバレてしまうんです。豊臣さんに。バレれば、ここで掘った金は、当時はです。ここすごい大事な点なんですが、秀吉が作った制度として、商業の大阪一極集中主義。あらゆる物流は全て大阪を中心に行われる。だから、金を掘ったっていうことであれば、金を掘った人が直接その場で金をさばいちゃいけないんですよ。掘った金は大阪に持ってくるんです。大阪の商人に買ってもらうんです。で、大阪の商人がこの金をまた全国の業者さんに出荷するっていう、そういう仕組みなんです。鉄も同じです。鉄鉱山があって鉄を掘ってるところが、ね、鉄を掘ってる山ですぐにその場で鉄をさばくことができるかといったら、さばいちゃいけないんです。掘った鉄は大阪に持ってくんです。そして大阪で、鉄の買い手を見つける。例えば、刀鍛冶の人だったら鉄欲しいじゃないですか。そういう人が鉄を買い付けて、で、その刀鍛冶さんのところに鉄が納品される。納品された鉄を使って刀鍛冶さんは自分のところで刀を作る。出来上がった刀は、刀鍛冶さんが自分の村でさばいちゃいけないんです。また大阪に持ってくるんです。で、大阪に持ってきて大阪の商人さんがその刀をまた全国の刀屋さんに売るわけです。で、買った刀屋さんが今度は武士とかね、一般の人に刀をまた売るわけです。あらゆる流通というものが全て大阪を中心に動く。秀吉はその大阪、まさに大阪が、要するにね、信長が行った楽市楽座を秀吉は大阪でやったわけです。で、この楽市楽座に秀吉が税をかけることによって豊臣家っていうのはものすごい財力を身につけていった。ということなんですね。で、この大阪異教経済っていうものの中に、この金北山から掘られた金が組み込まれてしまうと何が起こるか。結局、ここで掘った金を直接江戸城の造営に使うことができなくなってしまって、掘った金は全部大阪に持っていかなくちゃいけないんです。で、大阪に持っていくと何が起こるかっていうと、ここで掘られた金の量っていうのは、それまで日本が全国で掘って蓄えていた金の総量に匹敵する部分ぐらいのものすごい金があるわけです。今国内で流通している金と同じだけの金が新しく出ちゃったってことだったら何が起こります？当たり前のことですけども、金の相場は下がりますよね。下がってしまったら、掘った甲斐がないじゃないですか。儲けないじゃないですか。美味しいところは全部大阪商人に持ってかれて、で、大阪商人の儲けは全部豊臣家に吸い上げられるんです。これなんとかなんねえか。これなんとかしないと江戸城の造営もできないし、江戸の町も作れないし、ね、関東を抑えることもできねえぞ。いや、こうなったらもう、経済の大阪一極集中主義を、潰すしかないですな。潰すしかないのかの。いや、殿、それはもうやむを得ないですよ、殿。そうしなかったら徳川家これ、もう、破産っすよ。ならば、大阪を攻めよう。こうして起こったのが、関ヶ原の戦いです。関ヶ原の戦いって、いろんな小説とかああいうものでね、なんか家康が、わしが将軍になりたいんじゃ。わしは将軍になりたいんじゃ。と言って、じじいがわがまま言い出して、で、関ヶ原の戦いを挑んだみたいな、そういう描写をしてるようなものたくさんありますけども、家康は関ヶ原の後、なるほどね、征夷大将軍になってますけど、せっかく征夷大将軍を、たった2年で放り出して自分は駿河に隠居してるんですよ。天下分け目の関ヶ原というぐらい大きな戦を仕掛けて、そこまでやって将軍職を得てるのに、どうしてたった2年で将軍職を放り出して自分は江戸からね、駿府、静岡に隠居しちゃったのか。目的が違うんですよ。そうじゃないんですよ。経済の大阪一極集中主義を崩して、ここで取れた金を江戸の徳川さんが自分のところでちゃんと処分できるっていう体制にするためには、大阪に対して戦いを挑んでいかざるを得なかった。だから、関ヶ原の戦いっていうのがね、行われたのが西暦1600年です。慶長5年の出来事です。この慶長5年の天下分けの関ヶ原。この戦いに勝利した家康は、その翌年であります、慶長6年、1601年に、この佐渡の金山全部に関してなんですが、これを幕府の直轄にしています。徳川さんの直轄にしています。関ヶ原に勝利をしたから、もう隠しとく必要がない。堂々と天下の金というものをがっちりと抑えて、それで江戸城の造営を図り、江戸の町を作り、やっていくという方針になっていった。金山を掘った頃の家康さん個人の、ね、徳川家康個人の総資産ってどのぐらいあったと思います？個人の総資産ですよ。現在のお金に換算して、ざっと800兆円だったと言われています。今ね、世界の大金持ちと言われているビル・ゲイツ、総資産が日本円に換算して8兆円だそうですよ。徳川家康、800兆円ですよ。それだけのゴールドを家康はしっかりと抑え。家康の偉いのは、そのゴールドをわしの財産じゃ。1枚、2枚、3枚、わしはまたこんなに儲かった。やるんじゃなくて、その800兆円の財産というものを自分のお金と思わなかった。あくまでもそれは大御宝である天下万民の幸せのために使うべきなんだ。天下万民が幸せに豊かに安心して安全に暮らせるようにするために、そのお金っていうものを有効に使っていくんだ。という、このレールを引いていった。天下のゴールドは、もちろん徳川さんの直轄にしました。場所は直轄にしたけれども、それはあくまでも天下万民のためであったというのが、これがまさに徳川家康の姿勢であったということであります。まあ今回タイトルをね、徳川家康の野望というふうにつけましたけれども、この野望というのは、家康だけが個人的な利益を得るということではなかった。どこまでも戦国の世を終わらせて、太平の世を築いていく。戦のない世の中を築いていく。戦ほど悲惨なものはない。太平の世を築いていく。これを家康は重い家訓として残していったということであります。いいでしょう、日本。そうやって徳川260年の平和と安定が築かれたんですよ。素晴らしいじゃないですか。日本をかっこよく結び大学でございました。